ディビチェンゾは、だから本当良かったですよ。俺、じゃあ、ちょっと共有するわ。ディビチェンゾタイム行くわ。俺が、惚れてしまったディビチェンゾタイム行きます。前半だけよ、しかも。前半のディビチェンゾのディフェンスクリップだけで4つあるもんな。まずすっげえシンプルなところから言うと、その今自分がディフェンスコーチやってるっていうのもあって、これできる選手に結構、なんだろう。これをできる選手を望んでたりするんだよね。まあっていうのもあって、まあよく見えちゃってるだけかもしれないけど、最初クローズアウトした時、まだ2アームぐらいの距離感あるわけじゃん。で、まあ一応手上げながら。でも、もうこれだけで十分な気がするよね。別にこんだけ手上げてれば、めちゃくちゃシューターなわけでもないから、多分打たないだろうし。うん、だから別にこれだけでもそんな悪くなかったはずなんだけど、ただハンドラー D っていう称号をね、まあ、勝手に俺が付与してるだけだけど、俺がハンドラー D っていう人は、このままじゃダメなのよ。マーカス・スマートとかホリデーがこのままディフェンスするかっていうと、多分そんなことなくて。で、ディビジェンゾもこの後、相手が抜く気ないんだなって思って、まず一歩詰めるし、で、そっから、パス探してるなって思った瞬間に、もう完全にゼロ距離になってプレッシャーかけるっていう。で、まあ、ちょっとでもね、こう、パスを難しくさせることができたらいいかなっていうディフェンスをしてると思うんだけど、これを本当に、誰から指示されたわけでもなく、自分から率先してできるのは、うん、本当に素晴らしいと思う。そう、これをいきなり出ないっていうのもいいよね。最初のクローズアウトで、バカみたいに頑張るやつね。タナシス・アテトクンポとかそうなんだけど、タナシスとかもバカみたいに頑張って、うわーっつって詰めて、ゼロアームやー言うて、ガン抜きされることあったり、まあそれかファールなったりとかしちゃうんだけど、なんかちゃんと賢く頭使ってインテンシティ上げてるような、強度上げてる感じを受けるから、すごい印象がいい。ここでまず様子を見ながら、手を上げて、で、そこから一歩近づいて、でもう抜く気ないなと思ったら、じゃあ抜かれる心配する必要ないから、もうがっつりプレッシャーかけるみたいな。これはハンドラー D ですよ、完全に。って思ったという話でございました。うん、ちょっとやっぱディビチェンゾに惹かれましたね。終わります。お疲れ様でした。